マホロバの陣立てへようこそ。2023年5月11日、新生 PK の白役割と軍団戦略について情報が公開されました。それと合わせ一部ゲーム情報サイトにも付随した新たな情報が出されていました。今回の動画はそれらから得られる情報の考察と個人的な所感を述べる動画となります。当チャンネルでは今後も新生 PK の最新情報を都度紹介していきます。発売後も様々な情報を取り扱っていく予定ですので、新生 PK を購入予定の方、購入するかまだ迷っている方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。早速ですが、まずは白役割について公開された情報の確認と考察をしていきます。それぞれの城に防衛拠点、支援拠点、補給拠点を設定できるようになり、どういった拠点として運用するかを決めていくという感じになっているようです。防衛拠点は先日公開された攻城戦もしくは籠城戦が可能な城となる拠点と思われます。以前の公式生放送で全ての城で攻城戦が発生するわけではないと触れられており、今回公開された説明文からもこの防衛拠点のみで攻城戦が発生すると考えられます。防衛拠点に設定した城は籠城準備のため出陣能力が下がるという仕様とのことです。出陣能力というのが何を指しているのかがいまいち分かりにくいですが、部隊の能力値が下がってしまったり、腰兵糧の所持日数が減るといった具合でしょうか。攻城戦が発生する条件として本丸の設備が整った防衛拠点と記載されていました。どの程度の日数をかけて本丸の設備が整うのか、その点は現状まだ分かりませんが、おそらく敵勢力が侵攻してくるのを確認してからでは間に合わないのだと思われます。それで間に合ってしまうのでは、敵勢力が侵攻してきた時のみ防衛拠点を設定し、他の場面では解除してデメリットを避けるという行動が成立してしまいます。そのため一度防衛拠点と決めた城は気軽に変更しないような状態になると推測します。画像から推測されるのは、城下町を含めた攻城戦が展開されるという説明通り、城に所属する軍を治めている武将が各区画を守るというような感じになっていると思われます。長篠城は変更がなければ無印では所属軍が5だったため、画像の担当区画と一致します。それぞれの区画には構築しておいた設備があることが確認できます。以前事前に防衛用の設備を構築しというように紹介されていましたが、構築する設備は武将ごとに異なるという情報から、プレイヤーの任意では構築できなそうです。ただどの武将がどの設備を構築するのかはあらかじめ把握できそうなのに加えて、武将の配置はプレイヤーが決められるため、実質任意に近い状況になるのではないかと考えます。またこちらの画像を見ると、設備とは違った防柵が点在していることがわかります。これについてはまだ説明されていないと思うのですが、野戦の要所のような感じでしょうか。数が多いため純粋に敵部隊の足止め用で、制圧されたことによるペナルティはない気がします。一つの防柵の突破にどれくらい時間がかかるのかがまだわかりませんが、野戦の要所より簡単に突破できないのであれば、防柵で敵部隊をうまく食い止めつつ、設備で敵部隊に直接損害を与えたり弱体化させたりなど、防衛側が有利に戦えそうです。画像だと2方向から攻め込まれているため、籠城側は兵力を分散させて守ることになりそうですが、城を包囲せずに1方向からだけしか攻められない場合は、攻城側がかなり大変そうに見えます。籠城戦を行う場合、将軍勢同士だと籠城側がかなり有利になっているかもしれません。数倍の兵力に打ち勝つことも可能とも記載されており、籠城側の有利は間違いなさそうです。無印では弱小勢力が従属や同盟なしで生き残るのは非常に困難なゲームバランスでしたが、籠城戦の存在により弱小勢力単独でも生き残りの活路が開けるかもしれません。攻め込まれている時点で不利という無印の仕様からどの程度変わっているのかは不明ですが、籠城戦が行えるタイミングが敵部隊が城のある軍に到達した段階ではなく、防衛拠点の所属軍に到達した段階であれば、軍の荒廃も防げていい感じだと思います。続いて支援拠点に関してです。支援拠点の存在は今回が初公開の情報です。支援拠点は防衛拠点に設定した城に兵力を移送することができるようです。これにより防衛拠点の兵力を補強し、より守りやすい状況を作ることができそうです。しかしその分、拠点そのものの兵力、金銭収入が減少し、防衛能力が低下するようです。むやみやたらに拠点を支援拠点にすればいいものではないという調整がされています。攻めてくるであろう敵勢力に対し、しっかりと合わせた運用をする必要がありそうです。
続いて補給拠点に関してです。補給拠点も支援拠点同様に今回が初公開の情報です。兵糧が十分にある補給拠点を通過すると、通過した部隊に腰兵糧の補給が可能となります。イメージとしては想像の腰兵糧の補給とほぼ同じような感じだと思われます。しかしこちらもやはりデメリットがあり、設定した城の兵力と金銭収入が減少するようです。支援拠点の城よりも減少幅が大きいとのことだったため、むやみな運用は危険そうです。そのためこちらもしっかり城の立地条件を考えて運用する必要がありそうです。腰兵糧の補給が廃止されたのは申請で大きく変わった点でもあり、賛否両論だったと思います。この点を条件付きで行えるようにしたのは落としどころとしては妥当かもしれません。ゲーム終盤はどうしても物量に任せた消化試合となってしまうのがシリーズの常ですが、新生無印では腰兵糧の補給廃止により無駄な時間が生じやすく、非常に中だるみしやすかったです。少なくともその点は緩和されることになりそうです。ただそれと同時に懸念されるのが、大勢力となった敵 AI のワンコそば状態の強化です。補給可能になったことで、これまで以上に再現のないワンコそば状態になる可能性もあります。このあたりは先日のインタビューで、そういった状態を制限するシステムを設けているとも言われていたので、それがうまく機能することを期待したいところです。支援拠点、補給拠点のいずれもメリットだけではないという点は、戦略性の増加につながると思いますし、個人的には悩むことが増えて面白そうだなと感じます。いずれの拠点についても言えることですが、敵 AI が適切に扱えるのかということも気になります。プレイヤーだけが有利に扱えるようなシステムでは非常にもったいないです。過去に創造戦国立志伝で新要素を追加した結果、敵 AI が全く対応できていなかった例もあります。特に支援拠点と補給拠点に関してはデメリット付きのシステムであるため、敵 AI がむやみに設定し金銭収入が激減して破綻したりする可能性もあるのではと考えています。兵力減少効果もあるため、場合によってはかえって進行しやすくなる状況も考えられます。新生は無印の制作発表当時から AI の躍動をコンセプトに売り出している作品なので、開発側はその点100も承知で、もちろん敵 AI もうまく適用して使用してくると思いたいですが、無印の状況を鑑みるとどうしても懐疑的にならざるを得ない心境です。余談になりますが、今回新たに公開された甲状腺の画像を見て改めて思ったのですが、やはり甲状腺に関しては新生の合戦のルート固定というのは自然だなと感じました。なんとなく革新や天道のような合戦にも通ずるところがあるように感じます。それと合わせてやはり野戦は甲状腺のお下がりでできたものなんじゃないかとも感じました。現状では甲状腺がどうしても野戦の延長にしか見えないような気がしてしまいました。推測ですが、合戦は無印開発当初から甲状腺を踏まえた状態で開発されていて、無印では甲状腺を削って野戦だけの状態で発売したのではと邪推してしまいました。甲状腺はルート固定、野戦は勝利条件などは今のままで大使と同じように自由に動けるといった差別化が図られていたら非常に面白かったんじゃないかなと個人的には思います。野戦でルート固定かつマップが少ないというのはやはり飽きの速さにつながると思います。現状で野戦マップの追加はないと明言されてしまっているのが悲しい限りです。以前の動画でもお話しした内容なのですが、やはり野戦マップの追加は強く希望したいです。現状は小さいマップが1つと大きいマップが11種類となっており、反転した状態もあります。欲を言えばゲーム内の国の数と同等くらいのマップ数、つまり72個のマップがあり、それが各軍にあらかじめ割り振られていればだいぶ印象が変わってくるんじゃないかと思います。軍の総数は1292で、それが小戦場マップを除いて大戦場マップが設定されていたとすると、11個の場合は約117の軍でかぶり、72個の場合は約18の軍でかぶる計算になります。全体から見て18の軍でかぶっているだけであれば、反転も含めれば印象は大きく違うと思います。続いて軍団戦略について確認と考察をしていきます。これまでの軍団システムに加えて、軍団長によって異なる戦略を提案してくるようです。現時点では広域作戦、増援作戦、陽動作戦といった戦略が公開されています。広域作戦は大名軍団と手分けをして複数の敵城に同時に攻め込む戦略、増援作戦は軍団内から兵力を送り、対象の出陣する部隊の兵力を増強する戦略、
陽動作戦は敵勢力の部隊を引きつけ攻め込む隙を作る戦略。それぞれ大名軍団の進軍時に軍団長が提案してくる愚心が増えたような感じでしょうか。無印では軍団はある程度お膳立てをしないと動かない場面が多かった印象なので、大名軍団に合わせて動く機会が増えるのであれば純粋に軍団の強化になりそうです。また大名軍団の支援に限らず、次家の軍団同士が支援し合うような形だと面白そうです。無印でも軍団同士で支援するように設定できましたが、正直体感しにくい要素でした。目に見えて協力しているのが分かるようになれば、見守る楽しさにもつながりそうです。ここで気になるのは、城役割と同様に敵 AI が適切に扱えるのかという点です。無印では敵 AI がシナリオ開始時の軍団を除き、軍団を新設するのを私は見たことがありません。軍団がないと出番がない軍団戦略を敵 AI はうまく活用することができるのでしょうか。特に軍友割拠している初期年代のシナリオだと、プレイヤー以外出番がない可能性もあります。もちろんこの点も開発側は100も承知で、しっかり敵 AI も軍団を新設するようになっており、新要素となる軍団戦略を適切に使ってくるということを期待したいところです。あえて苦言を呈すると、この機能は無印時点で実装してほしかったのが正直なところです。そもそものコンセプトが AI の躍動だったので、 AI の部分は力を入れるべき部分のはずです。デメリットの存在やシステム的に終盤は軍団に任せるのを推奨していると思うのですが、正直軍団のシステムは不便な面が多々あったり、貧弱とも思えるようなものでした。目標への進軍の指示すらできない、軍団同士の支援目標はなぜか一つしか設定できない、自軍団のみの兵力しか参照しないため目標が大勢力だと全く動かなくなる、制作費用は大名軍団持ちなのに解散以外で軍団間の金銭を移動させることができないなど、一応兵力に関しては軍団同士で支援設定にすると2つの軍団の兵力を参照してくれますが、この点は非常に不親切で、特に説明がなく気づかない人も多かったのではないでしょうか。このあたりは無印の時点でアップデートでの修正改善をしてほしかったです。もう今さら無印にアップデートがあるとは思えないので、これ以上の言及は控えますが、少なくとも PK ではこういった点も改善されていることを期待したいです。以上、新生 PK の城役割・軍団戦略についての考察と所感でした。今回の情報について皆さんはどのような印象だったでしょうか。いろいろな感想・意見を見聞きするのは楽しいので、ぜひコメント欄にお寄せいただければと思います。また質問などがあれば分かる範囲でお答えしますので、合わせてコメント欄へお寄せください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。